こんにちは出会い就活チャンネルの清水です今日はですね、まだ内定がもらえてない就活生のメッセージです。4月になってきたんでですね、皆さんいや、周りから内定率の話も出ててですね、困っちゃったなぁ。 っていう形の学生さんも今出始めてると思うんですね例年このぐらいになるといや清水さんちょっと落ち始めちゃってるんですよね今回はですねまだ内定を持ってない23層の就活生のメッセージですまずですね現在の状況についてお話しするとですね3月15日現在の内定率は31%でと出ていますもちろんですね IT 系を中心にですね大手企業も内定を1月から打ってるところもある一方でですね大手製造業とかも含めて金融をですねまだまだですねこれからが本番という時期になっています、まあ、この状況で今推移していますね そして伝えたいことはですね、まだこれからなんで焦らなくても大丈夫なんです。ただ大手の同じ業界ばっか受けてるみたいな受け方はとても危険なんですよね。明らかに持ち駒がなくてなくなってるんだけどこのまま乗り切ろうとか思わない。少し視野を広げていくことがまずまずは重要なんです。そういう意味で言うと大手だけじゃなくいろんなものを見てみる。そして業界視野も広げる。このことが基本原則にあるってことです。 中学生の声としてはですね、今受けている企業以外の企業に興味が出てこないんですよねって声が多いんです。でね、これなんで興味が出てこないのってことなんだよね。僕はね、人生の中でもそうなんですけど、重要なんですよ。好奇心いいですか、冒険心ね、そして挑戦心、柔軟性なんです。僕はですね、一番最初にですね、だいたい自己分析講座の中でもお話してるんですけど、人生の8割。 いいですか成功者の8割は偶然をうまくつかんだ人だって言われてるんですそういう意味で言うとね偶然をつかまえることによってうまくいく僕も今から40年前にねリクルートに入りましたけどその時偶然に知り合ったんです偶然知り合ってもいいんですそういう意味で言うとあなたたちが柔軟的で冒険心を持ってそして挑戦心も持ってればあなたにええ面白いな出会えるそういう意味で言うと受け身になっちゃいけないってことなよし面白い会社清水さんあるんだよねあります その気持ちで行こうそして2つ目なんか清水さんね落ちた落ちた落ちたってねお祈りメールくらうとね自分が否定されてる気がして落ち込んじゃうんです落ち込む必要はまずありませんいいですかどんんななにあなたが優秀でももての企業かららはは内定はもらえませんそうですよね僕も結構ね自信家ですけどもし僕がですよ今受けに行ったったらですね落とされる企業もいっぱいありますよ だって僕みたいなタイプをね、ちょっとこいつなんか跳ね返りだからいらねえやって企業もあるんですそうするとね、合う合わないってあるんですよ。どんなに能力がかくるのか性格的にとかね、自分たちの会社の風土と合わなかったら落とされるの。だから、合う合わないってことが最後ついてくる問題なの。そういう意味で言うとね、ああ自分に合わない会社が一個分かったんだな、なんだよ。そうだよね。だってそこの会社が合わなかったってことは、もし間違えて合格しても困るってことなんだよ。 だから、ね、ああ分からないお互い合わないってことが判明してよかったなそういうふうな気持ちで考えることが重要なんですさあそれういう意味ですねじゃあ清水さんどうすればいいですかねそういう自分に合う会社相手からのスカウトを待つっていうのもですね一つの結論君をよねほれるよりも惚れられる方がいいに決まってんじゃないですか君にから「おいでよ」って言われた方が人間気持ちいい最後ね就職先を決める上で重要な要素になってるので「おいでよ」 君のこことととをを、ね、評価しててるるから重重要要そういうういいい意味でででススカカウウトトされることが重要ですす出会い場でもスカウトをやっていますぜひ皆さんこの機会にですねマイページから「出会い場スカウトお願いします」って書いていただければバッチリ。しさあそして落ち着けてる就活生がすべきことは何でしょうねまず落ちた原因はちゃんと考えてくださいえマイヤーマイや!ま」あ、って言ってああやっぱりここがまずかったんだな原因分析はちゃんとするその原因分析に対して対策を打つ これがまず基本。そして2つ目。志望企,企業群ってあなたが自分の願望で決めてるけど、それ本当にあなたに合ってんのあなたの就職の軸ってその分析でよかったのそこをもう一回見直すべきですよね。そして相手が惚れてる企業。ね来てほしいって会社に少しシフトチェンジすべきではございませんかそういう意味で言うとスカウトを利用すべきなんです。さあ、周囲の状況がですね、目に入り落ち込んだりですね、悩んでしまって焦ったりすることもあると思います。日本にはたくさんの企業あり。 まだまだたくさんの企業はエントリーを受け付けてます。視野を減げることが重要。シ野を広げてください。さあ24卒の方でもし見てる方がいらっしゃったらですねまずは自己分析からやらないといけません。そう就職の軸がこの時期ブレちゃう、ね、方も出ちゃうから確固たる自己分析が必要。そしてグループディスカッション。我々はですねグループディスカッションはですねこれから皆さんが夏のインターンシップでも多くの企業を使います。そういう意味で言うとですね4月には自己分析講座そしてグルディスの講座もやります。 概要欄から出会い場の会員になってセミナーにお申し込みをくださいこの動画役くんだったらですね高評価ボタンよろしくお願いします